今日のテーマはあれですよ。うん。それ。メールで見た写真のテーマですよ。メールで送ったテーマです。写真です。があれがテーマ。2月の、ああいう撮影がないとさ、ああいうメイクしないよね。ああ、すごい。ワンちゃんの方と犬の方で、あ、ワンちゃんの方と猫の方で。うん、だよね。その二択だよね。うん。でも今回の生写真は頑張った。頑張った。あんな顔に、顔メイクしないもん。したことない。前髪の調子が良くないんですけど、今日はよくわからんです。伸びたね。こっちに流そうかな。こっちが安定だね。まっすぐでもいい。ありがとう。もう絶対買ってください。買っちゃうかもって。ごめんな。嬉しい。猫ちゃんね。猫。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、途中からちょっとギフト読んでなかったです。読みますね。ハピネスでもいいよ、ありがとうございます。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。アイスのみ、ハート、ありがとうございます。ハピネスでもいいよ、溶けたアイスクリーム、ありがとうございます。マグマグ、おいしい、マグマグ。はい、いちご、ありがとうございます。そして、イーさん、これは何？
何？くまたんの、くまたんの？くまたんのチョコくまたん？これくまたん？チョコくまたん？いやー、待って。本当にこの、高そうなクマタンのチョコタワー。いや、ありがとうございます。ありがとう、イーさん。ありがとう。美味しそうなクマタン。くまたん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。今日もちょっと久しぶりだよね。今日も勉強していてください。ぜひ、日本語の。高いクマタンです。そうだよね。高い。イーさん、コメント待ってますね。うん。いつでも。まうまうまう。おいしい、ありがとうございます。勉強になるといいな。では話していきましょう。おうち生写真のこだわりは、こだわりは距離感。距離感。うん、うん、とにかく引きがないです。私の生写真は引きの写真がないです。もうよりしかないです、基本。ごめんなさい。より大好きマン。お、嬉しい。生写真の時のアイラインは全部目尻だけ？いや、あ、え、どうなんですかね。でも今日は猫ちゃんの撮影して、結構ライン太く描きました。目尻結構ピューって。うん。あ、でもちゃんとここもね、引いてますよ。目の上。目の黒目の上。うん。まあ、オフショットっていうか、
そうですね、使われなかったカットとかは、ツイッターとかにね、載せたいと思いますので。オフ書に全身写真もあるかな？ないかな。でもめっちゃ撮ったんで、メールにももちろん送ります。前髪なしにするか、嬉しい。良き？毎回美容師さん担当してくださってる方、そう、聞いてもらえてるので、めっちゃプロだよね、うまいよね。そう、めっちゃお気に入りです、この前髪のカット。バレンタイン、ありがとう。受け取ったよ。くまたん、チョコくまたん。あれ？ あれ、ちょっと待って。びっくり。ちょっと待って、びっくりした。顔が赤くなりました。 やばい。兄さん、ありがとう。これなんて書いてあるの？ I want I love you I love これいいになってる。 I need you. ヘビロテじゃん。左からこう見るとさ。そういうこと？ じゃあヘビロテ歌おうよ。 ヘビロテ歌おう、イーさんに、もし皆さんに。どこまで歌えばいいかな。サビ？E メロ？菓子職人の
は歌えるよ。うん。あ、A メロも歌えるか。じゃ、じゃ、ワン、ツー、スリー、フォー。うん。待って、あの、音楽じゃないと寂しいな、なんか。I want you, I need you, I love you. 頭の中だんだん流れてゆく地域ヘビーローテーション。イさんありがとう。ハッピーバレンタイン。ポップコーンが弾けるように好きという文字が踊る顔や声を思うだけでいても立ってもいられないこんな気持ちになれるって僕はついているね I want you I need you I love you 君に会えてどんどん近づくその距離にマークスハイテンションI want you I need you I love you ハートの奥だんだん溢れる愛しさはヘビーローテーションすいません今日本当にちゃんとメイクすればよかった本当にちょっと大丈夫かななんか本当になんか画面に映る自分がすっぴんすぎてちょっとやばいと思いつつ大丈夫だったかなイさんありがとうございましたハッピーバレンタイン。ねえ、かわいいね。このさ、初めて見た。いや、もうほんとびっくりしちゃったんだよ。ほんとに。しちゃった。あ、コメントくれたと思って読んだらチョコが来た嬉しかったびっくりしちゃったそう画面からいなくなっちゃったんだどう本当にに2月14日はチョコを作るので配信見に来てねクマ？ウサギ？の顔を作る。うん、きっとうまくできる。はい。
嬉しいね。本当に。嬉しいよ、本当に。そっか、もう明日で10日か。10日。オンラインお話し会ももうすぐですね。オンラインお話し会は、ピンクのワンピース、ニットワンピ着ようかなと思ってます。ライブで着てた、島津さんのライブで着たワンピース。あれバレンタインっぽいなと思って。どうですかね？ああいうニットあんまり着ないんですけど、バレンタインに近いからピンクにしようと思う。はい。うん、あ、やばいやばい。ペンがありません。待ってます。本当に私は待ってます、みんなさんのこと。あ、でもそうだよね、タイミングとかもあると思うんですけれども、けれど、うん、なんか本当にショールームでね、皆さんと交流、 SNS もそうですけど、他のね、みんなの名前とかね、じゃあ直接お話、まあ、はい、画面越しですけど話したらいいなと思ってます。うん、だからいつかはね、イさんともね、お話し会とか握手会とか会ったことあるのかな。うん、すごいね、素敵なチョコレートありがとうございます。本当にある？そうだね、これからも日本語を一緒に頑張ろうね。頑張ろう。私も頑張る。私はあれか、漢字だね。漢字頑張る。でも私も日本語頑張る。いや、難しいよね。うん。あ、ちょっとじゃあギフトの続きを読みたいと思います。アイスのみ、ハート、たくさんありがとうございます。ハピネスでもいいよ、ありがとう。たこ焼き30個入りやした、ありがとうございます。花束ありがとうございます。レインボーの星さん、ありがとうございます。マグマグ、あいに、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ハピネスでもいいよ、ありがとうございます。チョコレートフォンデュだよね、これは。ほんとめっちゃかわいい、かわいい。
ありがとう。まぐ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 。はい。あ、チョコレート本にはこうだね。おいしい。ありがとうございます。めっちゃチョコつけた。はい。ビターチョコレート、ありがとうございます。ハピネスでもいいよ。ありがとうございます。あ、そうだ、歌ってるときにミラーボール、ありがとうございます。ルンルンユカルン、ありがとうございます。は、拍手、ありがとう。かわいい、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ハピネスでもいいよ。ありがとうございます。同じく、ハピネスでもいいよ。ありがとうございます。もぐもぐ、おいしい。いちごありがとうございます。あ、たくさんハート。アイスのみ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ビターチョコレート、ありがとうございます。あ、たくさん、誰もありがとう。あ、高そうないちご。もぐもぐ、おいしい。ありがとうございます。あ、もぐもぐ、おいしい。ありがとうございます。いちご、あ、金のなんかあれ、ありがとうございます。ちょ、私はちょっと謎のままですけど、金のなんかあれ、名前がちゃんとねえ、ごめんね。もう私本当に恥ずかしくて画面から消えちゃう、顔を隠しちゃう、ごめん。戻ってきて。来たよ、復活。冷えちゃう、大丈夫か、言うから心配されちゃう。大丈夫です、はい。あと30分くらいかな、うん、充電あと 46%、 まあ大丈夫か。バレンタイン、あれ、バレンタインだっけな、バレンタイン、あれ、バレンタイン、去年バレンタインで公演ありましたよね、なんかありましたよね、バレンタイン、チョコの曲歌った気がする、チーム B で歌、え、あ、ありましたよね、去年でバレンタインでしたっけ。もう一年経つぞ。早い。早いな。
14日チーム B だった。あ、公演だった。ああ。スイートアンビタ。ああ、そう、その曲。ねえ、誰にするチョコレート。なんだっけ、歌詞が出てこん。ねえ、誰にするチョコレート。歌詞職人さん。あった歌詞。ねえ、誰にするチョコレート箱の中並んでいるスイーツの宝石たちか。ねえ、ねえ、誰にするチョコレート、たった一つだけ、そう紛れ込む。ちょっと待って、すごい喉が乾燥してる。紛れ込むよ、メッセージか。ごめんなさい、本当に。ありがとうございます。お口に溶けたら私の気持ちが伝わる、照れくさいから言葉にはできないの、まるで秘密のエトセトラ、当事者だけしかわからないこと、周りの人には気づかれないように告白、恋いてこんなに楽しいのに、どうして胸が切なくなるんだろう、甘くてほろ苦い、ねえ、これはどうチョコレート、ほら脈打ってときめいてる、ロマンスのプレゼントよ、ねえ、これはどう、チョコレ、見た目同じでもそう中身はまるで違う、 I love you。 ありがとうございます。すいません、歌詞を見つけてあったと言ってしまってすいません。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。皆さんも聞いてくださってありがとうございます。すいません。あ、拍手パチパチありがとうございます。職人さんに肌、あ、ありがとうございます。ちょっと今恥ずかしくて顔をはい、みんなね、ありがたい。いやでも今日は本当にすっぴんなんですよ。すっぴんっていうか、ほん、もう、あ、もう言わないようにしよう。あ、また歌います、ありがとう。今日はいいね、歌
歌ってる。ありがとう、こちらこそです。拍手ありがとうございます。お疲れ、ありがとう。ビターチョコレートありがとうございます。ありがとう、こちらこそです。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。本当にガサガサじゃなかった？歌声大丈夫だと。あ、HP ありがとう。17ライブで AKB のバレンタイン企画、うん、ぜひ見てください。見ましょう。私は出演、なんだっけ出演はしないんですけど、でも出演、いいよね。うん、私がもし参加してたら多分大変なことになるんだろうなって思いました。くまちゃんのくまちゃんのタルト、私の作ったくまちゃんのプチ、あ、ない、プチタルトだっけ？してる人は、あ、しな、参加したら大変だ。ホラー作品ができてるってなっちゃうね。告白動画は、ぜひ見ましょう。動画をすごい、もうさ、もう諦めてないよね、私のファンの方は。ずっとパオのことを、パオっていうね、あのここにはい顔の筋肉、表情筋とか、まあ顔ちっちゃくする、鍛える、あのそう思ってるんですけど、で話した時、そうそう、結構前なんですけど、それ持ってるんだよねって、顔ちょっと鍛えてるんだよねって言ったら、みんなが、え、見たいって、それ結構前なのにずっと諦めてないの、ファンの方が。すごいね。
やると恥ずかしい。いや、本当に恥ずかしいです。恥ずかしいけど、みんな諦めないの。どうしたらいいですか。もうどうしたらいいですかね。はい。どうしたらいいんだろうね。いや、家にありますよ。ずっとある。だるま、ありがとう。花束、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ありがとう。かわいい、ありがとう。いやいや、もう、いやいや、もうなんか怖いからやめる、やめる。勇気が出ないよ。あ、わかった。そうだよ。強制中だから無理じゃない。あば。なんか、動きそうじゃん。動きるっていうか。うん。わかった。じゃあ、1年後か2年後ですね。うん。そうだよ。1年か、まあ2年後ぐらいに多分できるんじゃないですかね。うん。はい。はい、あと10分、あと10分、あと昨日アニメの話したじゃないですか。終わり頃、配信の。そう、昨日ね、最近見てるアニメ、そう、エヴァンゲリオンをね、見始めたって話して、うん、まだ最後まで見てないです。今日は多分5分ぐらいしか多分見れてない。5分ぐらいしか見れてなくて、でも進撃の巨人は見ました。ずっと見てるね。なんかすごいなって思いました。なんか進撃の巨人で本当にこんなになんか繋がってるというかさ、すごいなと思う。このストーリーの展開というか、うん。5分の回ある。いやいや、途中までしか見てないんですけど。うん。そう。ずっと見てます。ファイナル、そう、ファイナル見てますよ。シリーズ。うん。アニメは。でもエヴァはちょっと今日5分
くらいしか見れなかったので、もっとそうですね、ちゃんと見ますはい、うん、鬼滅まだ見てないんだよね。ストーリーはわかるよ、テレビで結構こうね、そう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 、ストーリーの内容は、うん、7話見た、あのエヴァは7話の5分ぐらい見たけど、そうちょっとねやることがあって、うん、でも見たいなって思う鬼滅、うん鬼滅は見たことないんですけど見たいなって思います。やっぱりすごい人気な、人気っていうか、やっぱちっちゃい子もね見てるし、すごいもう大人気じゃないですか映画もね。だからやっぱそうやって人を引きつけるものってすごいね、気になりますよね。だから落ち着いたら見ようと思いますはい、うん、いつ落ち着くんやすごい、ちょっとすごい、もうなんか、あ、ごめん、なんか、ですよねってなりました。ちょっと恥ずかしい自分。はい。次から次へと興味が移るので、確かに見終わった報告お願いします。はい、もちろん。やばいな、ちょっとでもでも進撃もね今の見れたし、エヴァもねちゃんと見ます。はいうん、モルカめっちゃ可愛いよね。何あの動き、え、見ましたよ予告、なんか YouTube で見た。めっちゃ可愛い。あの動き何？ね。知ってるよ。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いよね。なんだろう、あの可愛い。でも朝7時半でしょ？全然寝てるんだけど全然寝てるわ、もう。いや、でもあの動きはダメだよね。あの動き、あの何？あのなんだ、あの可愛さ。何ですかね、あの動き。再現してとは何ですか、そのコメントはい。はい。いや、めっちゃ可愛いよね。うん。今回
い、ゾンビに噛まれちゃった。そうなの、助けてあげて。ファンの人に助けてあげてって。ごめん、困りました、困りますよね、ごめんなさい。まもなくです、はい、あと2分。ちょっと待って、恥ずかしすぎて画面から消えちゃう。はい、調べてみてください。すごい可愛いんだよね、うん。はい、やは。今日もありがとうございました。かわいいかわいい、ありがとう、ありがとうです。赤いバラありがとうございます。それでは今日も見てくださってありがとうございました。あ、もぐもぐ、はい、ありがとうございます。明日も一緒に楽しい時間を送りましょう。楽しかった。また明日。ありがとう。いっぱい美味しかったです。ごちそうさまでした。チョコレート。またね。明日。バイバイ。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。うん、アイスのみ。ありがとうございました。バイバイ。